どうもー影です。今日はですね、えー、本物は信玄公一致ということについてお話ししたいと思います。えー、これはね僕ができてるできてへんっていう話じゃなくてですねその本物は信玄公一致であるというふうに考えます。これができてるできてへん、えー、これしなければいけないっていうことを言ってるんではないんですけどもその 本物っていうのはというのは真、ね、言,言葉でこうというのは行動だから、えー、心と喋ったことですねだから自分が話したことと心の中とで行動これ3つが一致してることが本物と言えるんじゃないかなというふうに 考えておりますでそれをこう無理やり目指すというよりはですね、えー、自然との信玄う一致になっている状態これをこう作り出していくことがこうできればいいかなというふうに考えます。だから あのー、例えば本物の商売とこうあるじゃないですか本物の商売をやっていると、えー、僕なんかは本物の商売にこう近づけているしやっている自信というかそういうふうにこう思ってはいるんですけどもそれは信玄公一致というところをこうしていく。 だから、えー、本物の商売でこう「ありがとうございました」と言った時にほんまに心から「ありがとうございました」と思っている言,言葉として発するで行動として例えば頭をこう下げると。 いうこことでこう心の部分というところがですねその無理やり意識してそうなんやそうなんやと思い込むんではなくてですねその芯から思うえそれはねいろんな経験をすることによってその思うことができるんですけどもそのだからお客さんとこう接客お話をしてですね何かこう,こう通じ合うというか分かり合うところがこうあるとですね やっぱりそれによって来てくれたお客さんに対してはやっぱりありがとうとありがとうございますという気持ちになるわけです。でそれが言葉として出るで行動としても出るでそれをこう表してお客さんがそれを受け止めてですねうんこ,この店また来てあげようかと思ってもらえればこういいかなとそれがこう本物の商売というところで例えばそのなんかシステムがどうこうとかね、えー、そういう。 こうアイデアがどうこうとかそういうことはあまり関係なくてですねその自分がこうどう表すかというかそのその信玄一致をしっかりとお客さんに伝えることができればですね、えー、商売っていうのはこう成り立っていくんかなというふうに考えますもちろんその自分の与えているサービスがあのいいものでないといけないのは当たり前なんですけどもそこがあってのこそですね。その 僕で言うと施術がこうありき施術の技術がかまあ、言ったらこう。 日本一レベルというところをこうもちろん自分が,こう磨,きながら磨き上げていきながらそのえどん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 これから成長させていく進化させていくんですけどもえ今現時点の自分の力最高の力をこう発揮した時にあのやっぱりお客さんは満足させられるえ喜んでいただける状態であるそういうものがある中でですねそのお客さんとの交流で信玄孔一致させる。 これが本物の商売で、えー、これは商売だけじゃなくてですね自分の日常でもそうですよねその言葉言って何かを言った時に本当にそれに対してこう今できてるできてへんは別として、えー、そう言ったことに対して責任を持ってですねそれを行動を起こしてるかどうか。ほんでえー 言った言葉をこう例えばこうえ途中でしなくなった場合はその理由がちゃんとえ言えるかどうかこのことがこうなったことでこう変えたんやとこういう気持ちになったんやとずっとそれを守り続けて自分の言った言葉をに縛られてですねえそれ窮屈なえあの行動活動をするっていうのも違うと思うんでそこはその臨機応変に自分のこう え進化していく中でこう変わっていけばいいと思うんですけども基本的には信玄公一致というで信玄公一致していくということですねその無理やりやるというこういやいややるんではなくてですね本当にこう信から思ったことを発してこうやっていくってやった場合はそれを信玄公は一致していくもんやと。 いいううこととかなというふうに考えておりますでそれをこう積み重ねていくとやっぱり本物になってくるんかなというふうに思います。で僕ももちろんその本物っていうものをこう目指していってそれをやっていくということそれを今こういろんなことでこうやってるんですけどもその「信、え、玄、ー」を一致させそっからこう一致させながらですね そこで結果を出していくこれがねさらに本物になっていくかなと信玄公一致プラス結果プラス、えー、自分に関わった人にこう良い方向へ持っていける、えー、そういう影響を与えられる状態になればですね一番こう、えー、ベストかなというところですねうんまあまあ、えー、その自分の相手 その身近な相手にまでっていうのはですねそこまでを、えー、まず第一目標に考える必要はないんですけどもその結果的にその信玄公を一致させて結果を出すことによってですね周りに影響が与えられる状態になるで良いエネルギーをこ発することによってその良い空気良いエネルギーがこう、えー、伝わることによってですね えー、周りの人間がこういい方向に向かっていく、えー、こういう風になれば、えー、さらに本物かなという風に考えております。ということで今日は本物は信玄公一致ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます